本橋本町にあります小津和紙さんにやってきました。綺麗な和紙がいっぱい並んでおりますけれども、実は私もプライベートでよく来させていただいているお店なんですよ。ここはですね、江戸時代大天間町と呼ばれている場所でした。大天間町という町名の由来は、江戸時代の初め頃にですね、幕府が公用で使う陣馬を負担した場所だったので、大天間町と呼ばれるようになったんですね。五街道にも近いために、江戸とそして地方、こちらを結ぶですね、ターミナルのような場所だったようです。日本橋のショッピングエリアにも近いためにたくさんの問屋街があったわけなんですが、中でも伊勢出身の商人の方たちが多かったので伊勢棚というふうに言われていたようなんですね。実はこの小津和紙さんもですね、そんな伊勢棚の一つ。創業から350年以上この場所で変わらず営業されているんだそうなんです。今日はなんと紙すき体験をやらせていただけるようですので、早速行ってみましょう。紙すき体験やってみたいと思います。先生、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。来ますかね、私にも。大丈夫です。紙すき、はい、じゃあ教えてください。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあまず組んで捨てます。うん、もう一回。はい、今度は30回すぎます、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、捨てます。はい、じゃあまた今度組んで、はい、はい、捨てます。捨てます。はい、もう一回です。はい、はい、はい、これで出来上がりですね。はい、じゃあこれで出来上がり。出来上がりです。後ろに持っていきます。はい、で、まずこの親骨というんですが、はい、親骨の位置を決めます。位置を決めて、決めて、はい、はい、で空気を浸すようにゆっくり置いていきます。このまま置いていけばいいですね。ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、空気を浸すように後戻りだけはしないでください。はい、ゆっくりして、そうそうそう、後戻りできないんだ。ダメです。はい、はい、スッと上がせよう、スッと上がせよう、スッと上がせよう。よし、OK ですね。はい、少々お待ちください。はい、はい、はい、じゃあ乾きましたので、はい、はい、剥がしましょう。もう先生、剥がしちゃうんですか？大丈夫ですよ、乾きましたのでね。はい、はい、じゃあ両手でスッと剥がされてください。え、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。ビリってない、はい、うん、大丈夫、スッと剥がして、大丈夫です。あー、はい、できた、はい、紙です。やったー、はい、先生、どうですか、これ出来は、はい、よくできました。本当ですか？やった、よくできた、はい、はー、楽しかった。はい、ということで今日もこちらの広重 AR マップを持ってお江戸にタイムスリップしてみたいと思います。この辺り、はい、こちらですね。こちらが広重さんの名所江戸百景の中の大天間町木綿棚を描いたあたりのポイントになります。もう本当に小津和紙さんのすぐ真横から描いたアングルなんですね。絵の中にあるように、こうのれんの奥にですね、木綿の太物を商っている人たちの姿が見えるかと思うんですが、この通りは非常に木綿棚が多かったらしいんですね。今ではビルがたくさん並んでいるわけなんですが、もうちょっといった横山町の方になりますと、もうお洋服のですね、卸のお店がたくさん今でもあるんですよ。当時はお藍の前にはですね、藍で染めたのれんが絵のようにずらっと並んでいました。この景観が非常にいいということで、たくさんの浮世絵の題材になっています。また藍で染めるとですね、防虫効果もあったようなので、のれんとして使うには非常に効率がいいというか、非常にいいものだったようなんですね。まあ景色はこんな風に変わってしまっていますけれども、今でも小津和紙さんのように老舗さんがですね、同じ場所で営業されているっていうのは、なんだか感慨深いですよね。